大分舞鶴は2回、ヒットとフォアボールなどでワンアウト2、3塁のチャンスを作ります。いい当たり、ライトの前、先制点は舞鶴高校です。さらに8番池原、9番高橋と下位打線がつながり、大分舞鶴が4点を先制します。高田はここまで3試合を1人で投げ抜いてきたエース猪本が体調不良で降板、2年生の福田にマウンドを託します。あとは任せたと言ってマウンドを託しました。高田は1回と3回にスコアリングポジションにランナーを進めますが、後続がつながらず。一方、舞鶴打線はその後も勢いが止まりませんでした。試合中盤でも得点を重ね、7回までに9点差とします。7回3点を取らなければコールド、後がなくなった高田。ツーアウトとなり、打席には代打1年生園部。1回でも長く3年生の最後の試合をしたいという思いで打席に入りました。空振り三振、試合終了。持ち味の攻撃野球を見せつけた第1シード大分舞鶴が7回コールドでベスト4進出です。長いようでとても短い野球生活だったなと思います。後輩たちには自分たちを超える力を持っていると思うので、来年も頑張ってほしいです。